カイリー・アンドリュー・アービングはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。NBA のブルックリン・ネッツに所属している。ポジションはポイントガード。2014年に NBA オールスター MVP。2016年に NBA チャンピオン。またアメリカ代表では2014年フィババスケットボールワールドカップで MVP と優勝。リオデジャネイロオリンピックで金メダルを獲得した。 父親はボストン大学で1988年には NCWA トーナメントに出場したが、1回戦で22年後に息子カイリーが入学したデューク大学に敗れた。カイリーは父がオーストラリアでプロバスケットボール選手としてプレイしていた時にビクトリア州メルボルンで生まれた。2歳の時に一家はアメリカに移り、4歳の時に母親が死去した。 ニュージャージー州、ウェストオレンジで成長した。父親に連れられて渋々大人との試合に参加した。4学年の時にコンチネンタルエアラインズアリーナを訪れて将来 NBA でプレーすることを誓った。16歳の時に父親との1音1で15から0で勝った。高校時代のアービング高校の1年時、2年時にモントクレアキンバーリーアカデミーでプレーして、 平均26.5得点、10.3アシスト、4.8リバウンド、3.6スティールを上げた。その後、大きなチャンスをつかむために、セントパトリック高校に転校し、マイケル・キット・ギルクリストと共にプレーした。3年時に、平均17.0得点、5.0リバウンド、6.0アシスト、2.0スティールを上げた。2009年には、 ナイキグローバルチャレンジでアメリカイーストチームで出場。平均21.3得点、4.3アシストを上げて MVP に選ばれた。翌年高校が週のトーナメント出場停止処分を受けたものの、彼は平均24.0得点、5.0リバウンド、7.0アシストを上げた。2010年1月18日、ジュニアナショナル選抜チームに選ばれた。 このチームは同年4月10日、オレゴン州ポートランドのローズガーデンで行われたナイキフループサミットに出場した。アービングは2010年のマクダナルズオールアメリカンゲームジョーダンブランドクラシックにも出場。ジョーダンブランドクラシックではハリソン・バーンズと共に MVP に選ばれた。2010年6月には U-18 バスケットボールアメリカ選手権で優勝した。 大学入学前にスカウト .com からは、全米2位、エスプルーからは、全米3位、ライバルズ .com からは、全米4位の高校生選手と評価された。2009年10月22日、デューク大学への進学を表明した。大学1年生の2010から2011シーズン、アービングは、マイク・シャシェフスキーヘッドコーチのもとで開幕から8試合で、平均17.4得点。 5.1アシスト、3.8リバウンド、FG 成功率53.2%と活躍したが、9試合目で右足のつま先を負傷し、NCWA トーナメント前の3月17日に12月4日の試合以来、4ヶ月ぶりに復帰した。NCWA トーナメントでは自らは28得点したが、アリゾナ大学にベスト16で敗れ、これが、 デューク大学での最後の試合となった。大学2年に進級せず、2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。カレッジスタッツドラフト前、測定2011年の NBA ドラフトでは、全体1位でクリーブランドキャバリアーズに指名された。この年、NBA はロックアウトが行われ、新人選手との契約は、例年より遅れた。 アービングは同じく新人のトリスタントンプソンと共に12月10日に契約を結んだ。二人はオールスター週間に行われたライジングスターズチャレンジに共に出場した。ライジングスターズチャレンジでアービングはチームチャックでプレーし34得点8本中8本のスリーポイントシュートを決めるなど活躍し MVP を獲得している。2011から12シーズン。 平均18.5得点、5.4アシスト、FG 成功率46.9%、3ポイントシュート、成功率39.9%の成績を上げて、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、120人中117人に1位秒が入れられて選ばれた。またその年のルーキーで唯一、NBA オールルーキーファーストチームに、満場一致で選ばれている。 2012年試合開始前のウォームアップ2012年7月14日、ラスベガスで行われた NBA サマーリーグのチーム練習でターンオーバーを喫した苛立ちからパッドの入った壁を叩き右手を骨折した。11月17日のダラスマーベリックス戦で人差し指を負傷したが、X 線検査の結果、骨には異常がなかったため、 11月20日のフィラデルフィアセブンティシクサーズ戦にも出場したが、シュート14本中4本成功、シーズンワーストの9得点に終わり、復帰までに1ヶ月近くかかることとなった。12月15日のニューヨークニックス戦で、キャリアハイの41得点を挙げた。この試合では、ミルフォーキーバックス戦で負傷したためフェイスマスクを着用していた。 マディソンスクエアガーデンで40得点を挙げた選手としては1985年のマイケル・ジョーダンより一歳若い史上最年少選手となった2013年の NBA オールスターゲームにコーチ推薦で選出され15得点4アシスト3リバウンドを挙げたライジングスターズチャレンジにもこの年出場しチームシャックでプレーし32得点を挙げたがチームは 敗れた。NBA3 ポイントシュートアウトでは決勝で23得点を挙げて優勝した。この年平均22.5得点、5.9アシスト、3.7リバウンド、1.5スティールを挙げた。2014年のオールスターではファン投票でオールスターに選出され、イースタンカンファレンスの先発ポイントガードとして31得点、14アシストを挙げて、 MVP に選ばれた。2月28日、ユタジャズ戦で21ポイント、12アシスト、10リバウンドで、初のトリプルダブルを達成した。これはキャバリアーズでは2010年3月16日に、レブロン・ジェームズが記録した、以来の記録だった。4月15日のシャーロット・ボブ・キャッツ戦では、キャリアハイの44得点を挙げたが、チームは、オーバータイムの末、敗れた。 この年、平均20.8得点、6.1アシスト、3.6リバウンド、1.5スティールを上げた。2014年7月10日、キャバリアーズと5年9000万ドルで契約を延長した。5年ぶりに、レブロン・ジェームズが復帰、ミネソタ・ティンバー・ウルブズとのトレードで、ケビン・ラブが加入して、ビッグスリーと呼ばれた。2015年、ラッセル・ウェストブルックとマッチアップする。 アービングシーズン開幕当初は5勝7敗と出遅れたがチームはその後8連勝しこの間アービングは12月4日のニューヨークニックス戦で37得点を挙げるなど平均19.3得点を挙げた12月11日にオクラホマシティサンダーに敗れて連勝は止まったものの12月末までの試合でチームは18勝14敗と勝ち越しで年明けを迎えた 1>, 1月4日のダラスマーベリックス戦では背中を痛めて、第3級までで試合を退き、シーズン最小の6得点に終わった。1月7日のヒューストンロケッツ戦で復帰、シーズン敗の38得点を挙げたものの、チームは最近9試合で7敗目を喫した。1月4日から13日までチームは7連敗で19勝20敗となったが、その後、アービングと、 レブロン・ジェームズがチームを牽引し、12連勝した。この間、アービングは1月28日のポートランドトレイル・ブレイザーズ戦では11本の3ポイントシュートを成功させ55得点を挙げるなど、平均24.5得点を挙げた。オーバータイムまでもつれた3月12日のサンアントニオ・スパーズ戦では、第4球に同点となるブザービーターの3ポイントシュートを決めるなど、 キャリアハイの57得点を記録した。ディフェンディングチャンピオンから57得点上げたのは、1962年1月14日に、フィラデルフィア・ウォリアーズのウィルト・チェンバレンが、ボストン・セルティックス戦で62得点を上げて、以降の最多得点であった。57得点は、レブロン・ジェームズが2005年3月3日の、トロント・ラプターズ戦で上げた56得点を更新する。 キャバリアーズチーム記録にもなった。チームは最後の43試合を34勝を9敗で終えて、イースタンカンファレンス第2シードで NBA プレイオフ出場を決めた。アービングにとって NBA4 シーズン目で初のプレイオフ進出であった。プレイオフ2回戦、シカゴブルズとの第6戦、左膝を痛めて、第2球残り9分47秒にベンチに下がり復帰できなかったものの、 チームは94から73で勝利し、カンファレンスファイナルに進出した。膝の怪我でアトランタホークスとのカンファレンスファイナルを2試合欠場したが、チーム史上2度目となる NBA ファイナル出場を果たした。ゴールデンステートウォーリアーズとのファイナル第因戦のオーバータイムに、左足をひねった際に以前から痛めていた左膝の痛みを悪化させた。 診断の結果、室外骨を骨折していたことが判明し、全治3から4ヶ月と診断され、ファイナル残り試合の出場が絶望となり、ファイナルも2勝4敗で力尽きた。2016年 NBA ファイナル第6戦、クレイ・トンプソンとアービング2015から16、シーズンは前述の骨折の回復が遅れ、開幕から欠場していたが、2015年12月20日の、 フィラデルフィアセブンティーシクサーズ戦で復帰した。チームは2年連続で NBA ファイナルに勝ち上がり、再びゴールデンステートウォリアーズとの対戦となった。アービングは骨折で不本意に終わった。前年の鬱憤を晴らすべく、レブロン・ジェームズと共に、キャバリアーズのオフェンスを牽引。第5戦でレブロンと共に、ファイナル史上初のチームメイト同士の40得点以上を上げ、第7戦では、 試合終盤に勝利を決定づける3ポイントシュートを決め、キャバリアーズ念願の初の NBA チャンピオンに導いた。これは、クリーブランドでは1964年に、クリーブランド・ブラウンズが NFL で優勝して、以来52年ぶりの4大スポーツでの優勝で、1勝3敗からの逆転優勝は NBA ファイナル史上初の快挙だった。 2017から18シーズン2017年夏、トレードを要求。そして8月22日、アイザイア、トーマス、ジェイ・クローダー、アンテ・ジジッチの3選手とのトレードで、ボストンセルティックスへ移籍した。移籍後の開幕戦、フルス、クリーブランド・キャバリアーズ戦でデビューをしたアーピング。2017から18シーズンの開幕戦は、フルスのキャバリアーズとの対戦となった。 この試合では今季ユタジャズから移籍してきたゴードン・ヘイワードが試合開始5分で足首の重傷によって離脱するという不運に見舞われ、敗れた。次のミルウォーキーバックス戦にも敗れ開幕からに連敗してしまうが、そこからチームは球団史上4番目に長い16連勝を記録。連勝中は昨季王者のワーリアーズを倒すなどした。アービングは連勝中の16試合で、 平均22.9得点5.1アシストを記録しチームを牽引した。2018年2月18日にロサンゼルスのステープルズセンターで行われる NBA オールスターゲームに先発出場することが発表された。2018年1月27日に行われたゴールデンステートウォリアーズ戦で37得点を記録。 試合はウォリアーズに109から105で敗れた2018年2月24日に行われたニューヨークニックス戦で31得点、9リバウンド、8アシストを記録。試合は121から112でセルティックスが勝利した。2月28日に行われたシャーロット・ホーネッツ戦で34得点、FG13、18、3P4、6を記録。 試合はセルティックスが134から106で勝利した。3月24日、左膝の低芯臭手術のため、3週間から6週間の離脱になると発表された。が、4月5日、セルティックスはアービングが再び左膝の手術を受け、復帰まで4、5ヶ月かかると発表した。2018から19シーズン10月16日の フィラデルフィアセブンティーシクサーズとの開幕戦で、カイリーは7得点なのアシストを記録、試合はセルティックスが105から87で勝利した。彼はこの試合を通して、ゼフ,フチョーであり、最初の FG9 本をすべて外し、第3球にフリースローで初得点を挙げた。シーズン最初の6試合を通して、平均14得点を記録した後、10月30日の、 試合で31得点を挙げ、108から105で勝利した。11月8日のフェニックスサンズ戦、彼は第4球と OT で18得点を挙げ、シーズンハイの39得点を記録し、サンズに116から109で勝利した。11月16日のトロントラプターズ戦では、シーズンハイの43得点、11アシストを記録し、 ラプターズに123から116で勝利した。10アシスト以上で40得点を記録したのは彼にとっては初めてであり、セルティックスの選手としては2001年のアントアン・ウォーカー以来であった。またセルティックスの選手がホームで40得点10アシスト以上を上げたのは1992年にラリーバードが記録して以来という快挙でもあった。12月25日、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズとのクリスマスゲームでは40得点、10リバウンドを記録し、OT でセブンティー・シクサーズに121から114で勝利した。カイリーはこの試合、第4球残り20秒で、ジミー・バトラーの上から、同点のプルアップジャンプショットを沈め、OT へ持ち込む活躍を見せた。1月12日のオーランドマジック戦では25得点。 6アシストを記録したもののチームは103から105で敗れた。この試合の第4球残り2.9秒でのインバウンズプレイでゴードン・ヘイワードはラストショットを AS のカイリーではなく2年目のジェイソン・テータムにタックした。テータムはミドルショットを外しそのまま敗戦となった。本来であればカイリーがシュートを打つセットであったためか彼は不満の表情を浮かばせながら ヘイワードへと詰め寄っていった。ヘイワードは試合後にテータムにパスを出すのもオプションの一つだった。カイリーは自分がラストショットを打つプレーの方が良いと考えていたようだ。と語っている。カイリーは若い選手たちはチャンピオンシップチームになるには何が必要なのか分かっていない。優勝のために一試合一試合をどう戦っていくべきなのか分かっていないんだ。 今シーズンの俺たちは、期待に見合った活躍ができていない。今回のような状況で適切な判断ができるよう経験を積まなければいけない。とメディアの前で若手を叱責したが、後に謝罪した。1月16日のトロントラプターズ戦では27得点、キャリアハイである18アシストを記録する大活躍を見せた。第4球残り2分に5連続得点を挙げ、 追い上げるラプターズを突き放し117から108で勝利した。1月21日のマイアミヒート戦で26得点、10リバウンド、キャリアハイとなる8スティールを記録し、107から99で勝利した。1月24日、NBA オールスターのスターターが発表され、イースタンカンファレンスのスターターにカイリーも名を連ねた。カイリーはこれが、 キャリア6度目のオールスター選出となる。2月17日、シャーロットで開催されたオールスターゲームに、レブロン・ジェームズ率いるチームレブロンの一員として出場したカイリーは13得点を記録し、178から164で、ヤニス・アデトクンポ率いるチームヤニスに勝利した。3月14日、カイリーはサクラメント・キングス戦で31得点12アシスト、10リバウンドで、 キャリア2回目のトリプルダブルを記録し、126から120で勝利した。セルティックスの選手が30得点以上でのトリプルダブルを達成したのは2012年2月に、レージョンロンド以来が達成して以来である。ポストシーズンに入り、4月15日に行われたインディアナペーサーズとのファーストラウンド初戦がカイリーにとってセルティックスでの初めてのプレイオフゲームであった。 カイリーは、ペイザーズ相手に20得点、7アシスト、5リバウンドを上げ、84から74で勝利した。セルティックスの選手で、NBA のポストシーズン最初の試合において20得点以上、5アシスト以上、5リバウンド以上を記録したのは1972年の、ジョジョホワイト、2015年のアイザヤイ・トーマス以来3人目である。続く、第戦では、 37得点、7アシストの大活躍を見せ、99から91でチームを勝利へ導いた。カンファレンスセミファイナルの第一戦で、彼は26得点とプレーオフでのキャリアハイとなる11アシストを記録し、ミルウォーキーバックスに112から90で勝利した。しかし、続く4試合で、ミルウォーキーバックスに4連敗を喫し、2018から19。 シーズンを終えた。セルティックスが敗れた4試合でカイリーは FG 成功率30.1%、3P 成功率18.5%と制裁をいたパフォーマンスを見せた。5月23日、2018から19シーズンのオール NBA チームが発表され、カイリーはオール NBA セカンドチームに名を連ねた。カイリーにとってオール NBA チームに選ばれるのは、これが キャリアで二度目であり、セカンドチームに選ばれるのは初めてであった。シーズン終了後の6月12日、カイリーはセルティックスとの2019から20シーズンのプレイヤーオプションを破棄し、無制限 FA になった。2019から20シーズン2019年7月7日、ブルックリンネッツと4年1億4100万ドルの契約を結んだ。4年目はプレイヤーオプションとなる。 2019年10月23日、デビュー戦にて、ミネソタティンバー・ウルブズに127対126で、敗れたが50得点、8リバウンド、7アシストを記録し、移籍後のデビュー戦で50得点以上を記録した、NBA 史上初のプレイヤーとなった。シーズンを通して、怪我に苦しみ、2020年2月20日、右肩の手術を行いシーズンの残りの試合を、 全球することが発表された。2020から21シーズン2021年5月16日、クリーブランドキャバリアーズ戦で、会 G7-11、3FG3 から3を記録。シーズンを通して、FG50.6%、3P40.2%、FT92.2% を記録し、一流シューターの証である50から40から90、クラブ入りを果たした。 2014年世界バスケットボールフェスティバルにて2014年にスペインで開催された。決勝では26得点を挙げ大会 MVP に輝いた。またこの年の USA バスケットボールの男子年間最優秀選手にも選ばれた。2016年開催のリオデジャネイロオリンピックで先発 PG として金メダル獲得に貢献した。 同年に NBA チャンピオンとオリンピック金メダルを獲得したのはマイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペン、レブロン・ジェームズに続く4人目となった代表スタッツ2016年クリーブランドで作られた看板。ありがとうございます。